消えた天才。今回はボクシングの才能に恵まれながらもリングから消えてしまった天才選手を5人ご紹介します。それでは早速いきましょう。最初にご紹介する林田太郎は、あのモンスター井上尚弥、そして世界4階級制覇王者井岡一翔の両選手に勝利した驚異的なボクサーです。林田はアマチュア戦績100戦90勝10敗を誇り、全日本選手権ライトフライ級3連覇を果たした実力者です。林田が初めて井上尚弥と対戦したのは、林田が大学3年生、井上が高校2年生の時、全日本選手権の決勝戦でした。1ラウンド1打目に井上の放った左アッパーがガードの上からでも伝わる破壊力で脅威を感じたと後に林田は語っています。しかし当時の井上はまだ高校生ということもあり、体が小さく接近戦で頭を突き合った時のプレッシャーをあまり感じなかったそうです。逆に林田がプレッシャーをかけると井上の状態が浮き、インファイトに勝機を見出しました。ボディを中心に攻撃することで井上の足を止めることに成功、判定勝利を飾りました。勝利したものの、井上のパンチ力、ボクシングセンスはそれまでに戦ったボクサーの中でもピカイチであり、今後はさらに強くなることは容易に想像できたそうです。それから8ヶ月後の世界選手権代表選考会で2度目の対戦が実現。井上は1ラウンドから猛ラッシュを仕掛け、連打で林田を圧倒します。後半勝負のスロースターターである林田に対し、序盤から集中的に攻撃を当てて主導権を握り、先行逃げ切りを狙う作戦でした。試合後半には井上がやや失速し、林田のパンチも当たってきて挽回を狙いますが、試合終了のゴングが鳴ります。前半に猛攻を見せた井上を審判が指示し、13対11の判定で井上が勝利、リベンジを成功させたのでした。この試合について井上の父でもある慎吾トレーナーは、以前に負けた時から打倒林田君を目標に必死に練習してきましたと語っています。さらに井上は、この試合に負けていたらボクシングをやめていたとテレビ番組で話しています。それから1年後となる全日本選手権での3戦目は、井上が大きくポイント差をつけての完勝。井上はフットワークを使うなど1年前とは大きく印象が変わっており、近距離でも長距離でも戦えるボクサーに進化を遂げていました。この試合で完敗した林田は井上との実力差を痛感。井上がいる限りプロでもアマチュアでも世界一にはなれない、このまま続けても差は埋まらないだろうと感じ、絶望したことでグローブを置くことを決意したそうです。林田はあの井岡一翔にも1勝2敗の戦績を残すなど、素晴らしい実績を残しながら大学を卒業した後に22歳で引退しました。現在は駒澤大学ボクシング部のコーチとして後輩ボクサーの指導に当たっています。ボクサーとしての才能のある林田だからこそ、井上や井岡のヤバさを肌で感じてリングを降りてしまったのかもしれませんね。次にご紹介する赤井秀和は、漫画はじめの一歩の人気キャラクター千堂武のモデルであり、地元大阪で赤井の名を知らぬ者がいないほどの暴れん坊でした。プロボクサーとなった赤井は、その好戦的なファイトスタイルからなにわのロッキーのニックネームで呼ばれ、 KO 連発のド派手な快進撃を見せます。ユーモアあふれる試合後のマイクやインタビューでのコメントも人気に拍車をかけ、ノンタイトル戦ながら試合が全国中継されるほどの人気ボクサーになっていたのです。赤井は勢いそのままにデビュー以来12試合連続ノックアウト勝ちという快挙を成し遂げ、ついにプロ15戦目で WBC 世界スーパーライト級タイトルに初挑戦します。対する王者はアメリカのブルース・カリー。赤井は持ち前の喧嘩ファイトで1ラウンド2ラウンドと強打を浴びせ、カリーを追い詰めます。しかしカリーは脅威の粘り強さを見せ、なかなか倒れません。迎えた7ラウンド、逆にカリーのパンチを被弾した赤井はキャリア初となるダウン。なんとか立ち上がるも、必死の形相で前に出るカリーのパンチをもらい、再び倒れたところでレフリーが試合をストップ。皮肉にも試合前に赤井自身が予告 KO を宣言した7ラウンドに KO 負けを喫し、世界タイトル奪取に失敗。敗戦のショックから赤井は失踪してしまいます。しかし数日後に姿を現した赤井は現役続行を表明。決意新たにリングに戻ってきた赤井はさらに磨き
のかかった強さを見せて5連勝、2度目の世界タイトル挑戦が内定していた赤井は、その前哨戦として大和田正治とのノンタイトル10回戦に挑みます。当時大和田は世界挑戦に弾みをつけるためのかませ犬だと見られていました。いざ試合が始まるとフットワークを駆使する大和田に対し、赤井のパンチは空転、4ラウンド大和田の強烈な右ストレートをもらいダウン、7ラウンドにも強打を浴び続け、赤井はマットに沈み完敗ともいえる KO 負けを喫しました。大きなダメージを負った赤井は自力で起き上がることすらできず、そのまま意識不明に、すぐに担架に乗せられて病院に搬送されます。医師から急性硬膜下血腫脳挫傷と診断され、開頭手術が行われました。搬送時の生存率は 20%、 手術後の生存率は 50% と極めて危険な状態に陥ります。回復後、医師から再びリングに上がることは不可能だと伝えられ、引退を発表。引退後の赤井は持ち前のキャラクターと人気を生かして俳優タレントとして活躍。最近では妻よしこさんのツイッターにたびたび登場するユーモア全開の赤井の姿がバズりまくっています。ネット上には、現役時代の赤井の熱い試合を見たら誰だってファンになる、いや何話のロッキーと今の赤井のギャップが笑える、などのコメントが見られました。次に紹介する選手は平成の KO キングと呼ばれ、今なおボクシングファンの心に強烈に刻み込まれる伝説の一戦を戦った選手です。その選手の名は坂本博之。幼い頃に両親が離婚した坂本は親類の家に預けられ、極貧の少年時代を過ごします。食事は学校の給食のみで、ザリガニを捕まえ食すほどひどい環境だったと後に語っています。その後坂本は弟と共に養護施設に預けられて育ちました。高校卒業と同時にプロボクサーを志して上京、デビューを果たすと全日本新人王に輝き、同時に MVP も獲得、12戦全勝 10KO の戦績を引っ提げ、日本ライト級王座に初挑戦、9ラウンド TKO 勝ちで王座獲得に成功します。軽量級とは思えないド派手な KO 勝利と、その純朴な人柄はファンの心を捉え、坂本は人気ボクサーとなりました。その後も順調に白星を積み重ねた坂本は23戦目で OPBF 東洋太平洋ライト級王座獲得に成功、2度の防衛に成功した後王座を返上します。ここまで順風満帆なボクシング人生を歩む坂本は29戦目で世界初挑戦、 WBC 世界ライト級王者スティーブ・ジョンストンに挑みますが、試合巧者の王者を崩せず12回判定で敗れます。翌年ジョンストンを破り新王者となったセサール・バサンに挑みますが、またも12回判定負けで挑戦失敗。2000年に3度目の世界王座挑戦、 WBA 世界ライト級王者ヒルベルト・セラノに挑みます。初回王者から2度のダウンを奪い、ベルトにリーチをかけます。しかし2ラウンドにセラノの左アッパーを被弾し左目を負傷、5ラウンドに右目の傷がさらに深くなったところでドクターが試合ストップの判断をし、無念の TKO 負けとなり、3度目の挑戦も失敗に終わります。ベルトにあと一歩のところまで追い詰めながらの敗戦に一時は失意に陥りましたが、それでも世界王者の座を諦めない坂本は4度目の世界王座に挑みます。相手はセラノを下し世界2階級制覇を達成した大人気ボクサー畠山貴教。この試合は伝説的な名勝負としてボクシング史に刻まれる激闘となります。初回から両者の強烈なパンチの応酬となり、一進一退の激しい攻防を繰り広げます。しかし徐々に畠山の的確なパンチが坂本にヒットし始めます。熱い試合展開に観客は大熱狂のまま迎えた10回、鋭い踏み込みから放たれた畠山のワンツーが坂本の顎をクリーンヒット、後方に倒れた坂本を見たセコンドがタオルを投入します。坂本が人生をかけた4度目の世界挑戦も失敗に終わってしまったのです。その後東洋太平洋2階級制覇を目標に復帰するも、持病の首の痛みと腰痛が悪化してかつてのようなパワフルなボクシングができなくなってしまい引退を決意。生まれ故郷である福島で引退式が行われ、また後楽園ホールでも引退記念興行が行われるなど、最後までファンに愛され続けたボクシング人生でした。次に紹介する亀田昭雄は具志堅用高を超える逸材、200年に1人の天才と称された名ボクサーです。亀田はアマチュアで78戦71勝 47KO7 敗の素晴らしい戦績を残し、1975年のモントリオールプレオリンピックではライトウェルター級銀メダルを獲得します。しかしオリンピックのメダル候補と期待されながら、古い体質の残る当時の運動部に嫌気がさして、突如ボクシング部を退部、大学も退学してしまいます。一時はボクシングから離れ
れるも、20歳の時にプロ転向を決意し、競泳ジムに所属することとなります。ハワイでのプロデビュー戦を2ラウンド TKO 勝利で飾ると、そこから亀田の快進撃が始まります。6戦連続 KO 勝利の勢いに乗り、7戦目で日本ウェルター級王座に挑戦。5ラウンド KO で難なく王座を獲得してしまいます。8度の防衛を重ねた後、日本王座を返上。1982年に敵地となる米国での世界初挑戦が決まります。相手は無敗のまま29連勝を記録していた強豪、ジュニアウェルター級 WBA 王者アーロン・プライヤー。絶対的に不利な状況の中で、リングに上がった亀田は1ラウンドに得意の左を当てダウンを奪うことに成功。しかし経験豊富なプライヤーを仕留めきれず、逆にプライヤーからの反撃をもらい、計4度のダウンを奪われての6ラウンド TKO 負け。これがプロキャリア初の黒星となりました。その後、日本国内での試合を挟みながら、1984年、キム・ウンシクが持つ OPBF 東洋太平洋スーパーライト級王座に2度挑戦しますが、いずれも KO 負けを喫して挑戦失敗。世界王者になることを諦めない亀田は階級を上げ、ウェルター級に転向。日本 IBF ウェルター級王座を獲得し、4連勝を挙げます。そして、1986年に2度目となる世界王者挑戦が決定。相手は IBF 王者、ジュニアウェルター級のテリー・マーシュ。万全の準備で試合に挑むも、一歩及ばず、6ラウンド、マーシュの右ストレートでダウン。6ラウンド終了後のインターバルに、試合続行不可能とみなされ、TKO 負け。2度目の世界挑戦失敗に打ちのめされた亀田は、引退を発表しました。亀田は類稀なボクシングの才能に恵まれながらも、東洋王者、そして世界王者になることができないまま引退しました。世界の壁がいかに厚く、実力だけでは王者の座につくことができないのだと思い知らされますね。最後にご紹介する葛西雄一は、西岡俊明、三浦隆など4名の世界王者を育てた名伯楽としても知られる人物です。1989年に体験ジムからプロデビューし、インもアウトも器用にこなすオールラウンダーとして日本ジュニアフェザー級チャンピオンに輝き、2度の防衛に成功します。プロ20戦目で無敗のまま WBA 世界ジュニアフェザー級王座に初挑戦します。対する王者は後に3階級制覇を達成する名王者ウィルフレド・バスケス。初挑戦の硬さを狙われ、1ラウンドにバスケスの右ストレートを被弾しダウン。立ち上がるも猛攻をしのぎきれずに3度のダウンを喫しての1ラウンド KO 負け。世界初挑戦はまさかの結果に終わり、プロ戦績初の黒星を喫してしまいます。さらなるレベルアップの必要性を感じた葛西はベネズエラに渡り、南米選手特有の戦術やテクニックを学びながら現地で2戦を行い、 2KO 勝利を飾ります。日本に帰国後の初戦で OPBF 東洋太平洋ジュニアフェザー級王座に挑戦。ダウンを奪うなど完勝ともいえる圧倒的な試合展開で12ラウンド判定勝ちし、 OPBF 王座獲得に成功。その後、外国人選手相手に4連勝し絶好調の葛西は再度世界王座挑戦のために東洋太平洋の王座を返上します。2度目の世界挑戦はWBA 世界ジュニアフェザー級王者アントニオ・セルメニオを相手に敵地アメリカに乗り込んでの戦いとなりました。一進一退の攻防を繰り広げるも12ラウンド判定で惜敗となります。翌年3度目の世界挑戦が決定。前回敗れたセルメニオを相手に今度はホームとなる横浜でリベンジをかけることとなりました。しかし結果的にこの試合が葛西のボクシング人生最後の試合となるのです。序盤から両者 KO 狙いの激しい打ち合いが続き、観客は大興奮。セルメニオが後ろに下がる場面もあり、葛西が優勢に試合を進めます。しかし迎えた最終12ラウンド、攻撃の手を緩めないセルメニオの左フックがついに葛西にクリーンヒット。続けて連打をまともに浴びた葛西は後頭部をマットに打ち付けるようにダウン。即座にレフリーが試合を止め、3度目の世界挑戦は壮絶な TKO 負けにより幕を閉じました。強烈なパンチと頭部をマットに強打したことで大きなダメージを負った葛西は立ち上がることができず、担架に乗せられたまま病院へ直行。検査の結果、幸い大事には至りませんでした。引退後、体験ジムのトレーナーとしてその指導力が評価された葛西は2008年、名伯楽に贈られるエディ・タウンゼント賞を受賞しました。現在は神童那須川天心選手にボクシング理論と情熱を注ぎ込んでいます。葛西の教え子である那須川選手が世界チャンピオンとなることができるのか注目ですね。続いては世界最強王者フロイド・メイウェザーと行きたいところですが、残念ながらお時間が来てしまったようです。次の動画でお会いしましょう。それではまた。